ゆのすけさんこんばんはこんばんは今日はですねあのタイトルでえ「苦難のデジカメ天体写真」と題してデジカメってね、うんまあ、今の時代、まあ、結構天体写真では厳しいのかなっていう懸念がちょっとありまして、うんうん、でその辺りねゆのすけさんの過去の経験とともにちょっとはい、はい 振り返っていただき、すごいね心配してるんですよね、最近。昨日も話してたソニーの E マウントのね蹴られとかね、どうでした、過去は。過去は僕も10年ぐらい前は α7S を使ってたんですけど、初代のね。やっぱり蹴られてましたね。もう素材段階で黒いのが分かる。四隅がもうなんていうんですかね。 ええ、あ本当にあのマウントの開口部のそれはあの強調する前の画像から黒くくるのが分かったんですか <laughs> <あ>強調してからようやくなんか黒く落ち込むとかじゃなくてえ、えっと、取っ手出しでそうなってたと思いますねああ取っ手出しでね取っ手出しってほら天体写真って白っぽくなるじゃないですか、ええうん、あれの状態で、ええ、黒あの端っこがスパッと <laughs> 四隅がくる <laughs> もう蹴られだよねそれね、うん、そうそう丸い周辺原稿じゃなくて もうスパスパスパと四隅が切れてるんで、あれは本当に開口部から見た通りの、見えないじゃないですか、センサーが、あの通りに蹴られてるっていうか。ああ、そういうことですね。でね、ちょっと画面共有したいんですけど、えっと、これね、今共有するんですけど、見えますのデジカメ <laughs> これ、まあまあ、こういうサムネでいこうと思ってるんですけど、これ、デジカメの写真なんですよ。で、これ50ミリをまあちょっとあのトリミングしてるんですけどね、切り抜いてるんですけど、実際にはね、かなりシャープに撮れていて、これはまあ綺麗に撮れたよねっていうのは、これ、純正のレンズをつけたから。非改造の カメラで撮ると、うん、純正同士の組み合わせで改造とかしないと、うん、まシャープに撮れるんですよね。よねだけど、うん、望遠鏡とかね、うん、赤い線を映そうとかってやると、うん、まあおかしくなっちゃうっていうね。だから周辺のケラレとかも特にないですよ。G.M. だったら。まあ、それはあのそういう。 処理をやってるんですかねプロファイルとか、内部的な何とかとかいろいろやるんでしょうね、やっぱりね。センサーの上に何かフィルターを実装して、炭の光っていうのはね、まっすぐるようにとか、そういうのやってるから、GM レンズとの相性はいいと。そうなんでしょうね。だけどね、近々僕は FCT65 で、ソニーの α7R4 の改造機。はい 非ののものも持ってます、はいうん、だから2台持ってるんだけど、その改造機のほうを、んまあ、FCT で使おうと思ってて、それでね、本当にうまくいくのかなっていうね、うん蹴られたらどうしようかなみたいな。蹴られると思いますよ。うん、あ、そうなの <laughs>、うん、おそらく。ああ、そうなんだ、やっぱり。うんなんかそれはあの過去に龍之介さんが実体験してるんですよねしてますね。 それは機種は何ですかえっと、α7S の初代ね。あ、初代ね。うん。で、望遠鏡がベイビー級ですよね。ああ、ベイビー級ね。はい。FSQ85ED。はい。で、メーカー推奨のそういうマウントアダプターかなんかカメラマウントつけて、ちゃんと正しく接続したんですね。のはずですね。ち覚えてないですけど、そこまでは。正しく接続して、それで撮ったのに。 まあ像は映るけど、でも周辺がブラックアウトしてるみたいな状態です、ねうん。ブラックアウトですね、ほぼ。まあ、あ<ー>完全なブラックアウトじゃないんですけど、星はポツポツ映ってるけど。ああ、なるほどね。度強調したら。うん、度強調すると、うん。だから相当もう、光量は。それってフラットでリカバリーできますかフラットじゃ無理だと思いますね。あ,あそうなんだ、うん。確か無理、ダメなっけ。ああ、そうか。だから、それこそ、フォトショップで、四隅のマスクして、 ぐっと上げるみたいなレベル補正でそういうことですねそうういイメージですよねそれやんないとだめなんだああ厳しいなただその時僕が使った望遠鏡がフルサイズ対応じゃないんではいはいはいキューだからね APS-C 対応だったんでそれで光量が極端に減ってる可能性もまあない。ああそっか ABQ はそうなんだねフルサイズ対応じゃないんですね一応ね どっちなんだろうね、その原因っていうのは。うん。まあ、両方かな。両方でしょうね。うん。だから、もしかしたら、その FCT だと、フルサイズ対応してるから、はいはいはい。そんなに言うほど蹴られないのかもしれないね、もしかしたら。なるほど。そういうのもあってね、そのマウントが、まあ、E マウントが特にってことですね。うん。そのほら、ニコンの Z マウントとかだったら、そういう心配は多分ないんでしょう。そうですね。ええ。広いですからね、開口部が。 だいいぶ違いますよね全然違うでしょ。で、キヤノンもそこそこ大きいのかな ?RF マウント。キヤノンも大きいんじゃないですかね。あ<ー>後発のミラーレスに後から参入したやつっていうのは当然、でかくしますよね。で、先駆けとなったソニーは、うん。 先陣切ってミラーレスに移行したものの、やっぱり小さくしよう、小さくしようという、そうね、コンパクトにしようというね、そういう号令があったんでしょうね。ああ、それが今、あだとなってるのかなってう。少なくとも天体写真になってるよね。普通の人たちはちゃんと画像処理エンジンとか、そういう恩恵にあやかれるんだけど、でも天体写真はそもそもちょっと普通じゃない撮り方だから、カメラレンズじゃないんでね、カメラレンズじゃないからね。やっぱ素直に光が飛んんででくる いろんな、その、それ用に設計するわけじゃないからね、天体望遠鏡って。ですよね。いや、だからね、まあ、こういう、ほら、実写像を見てると、これも GM レンズの50の1.2で撮ったんですけど、すごいお気に入りのレンズで、星に向いてるかなと思うんだけどね。で、こういうのを見てると、あ、これでじゃあ天体望遠鏡をつけてね、撮ったらすげえシャープになるじゃんって思う。だけど、まあ、龍之介さんのいろんな話をチャットで聞いてると、いや、なんかすごい心配になってきて、 いや、チャットでいっぱいほら送ってくるからね。うん、どんどんほら不安になってくるじゃないですか。もう僕の昔の写真ね。うん。あ<の>そうそうそう。<laughs> 昔のね、そういう蹴られてるよとかね。初代の、まあ今はわかんないけど、初代のやつは、うん、あの12ビットで。バルブにすると12ビットになっちゃうよとかね。そう,そうそうそう。うん、あ<と>そういうの聞いてると。あとね、うん、なんか緑とかピンクの。 二光線になるとか、あとスターイーターっていうのも、まあ、有名なのもあるし、はいはいはい、問題山積みじゃないですか。<laughs> アルファ7ブンからだいぶ改善してるらしいんですけど、スターイーターについてはね、スターイーターとか,そのなんか緑とか,のとか、はいー、でもマウントはだって毛変わんないからね、うん、不変だから、ね、まあ、蹴られるのは蹴られるでしょうね。蹴られる蹴られる。よって、4だもんね、アルファ7。 R4、ね、ですね。はい。だから,だからそこの改善はされてないされてないんですよね。全部の結構きついですあの緑とかピンクになるやつ。あ、そうなんですね。<laughs> なんか嫌ですよ、あの緑。えー、何これみたいになるから。えー 普通の儀職とは違うんですか義職じゃないですね、あれ。あ、違うんだ。これもなんか、よく見たらなってないですね、これ。いやー、これぐらいだったら僕気にならないけどね。緑とかオレンジとか。いや、まあもちろんあるけど、それは儀職のレベルで、引いたらわかんないじゃんっていう。まあまあ引けば全然問題ない。これいたらわかんないね。ここまでなってたっけなと思って、キャノンとか。ああ。その、クローズアップした時ね。あ、はいはいはい。 ソニーに問題があるのかな、じゃあ。まあまあまあ、うん。こういう、だから、写真って結局、この今見てる画角が写真なので、クローズアップっていうのは、まあ、ちょっと特殊な見方だから、うん。ああ、まあね。これでいいんでしょうね、だからね。これで、あの、荒が見えなければ、それでいいんですよ、別に。スタイタとかなんとか。コンポジットしても消えないんですか、それは。そのピンクとか緑っていうのは。どうだ たぶん消えたような消えないようなうまいことだからディザリングして散らせばいいんじゃないかなああそれもなんか面倒だしねだそのためだけにねディザガイドするっていうのもうんいやまあちょっといろいろだからトラップがあるのは間違いないですねあ<ー> <laughs> そういうのすり,すり抜けていかないからといけないからですね、うん だからまあ一番今の状況で一番いいのは、じゃあ、キヤノンの 5DS を使うことですかねまあまあ、それが、まあ,あの、いろいろトラップは減るでしょうね。唯一、一眼レフだから、えー、えとミラーボックス受けられはあるんでしょうけど、まあ別に大したことないじゃないですか、あれって。 まあ、うん、フラットで何とかしてきたっていうのがあるのだまあ、フラットとかでも消えるだろうし。まあ、消えなかったら、どっちゃんもそんな簡単に。ブラシ <laughs> <laughs> 簡単にマスクで消せるだろうし。あ<ー>あ,、まあ。まあ、いろんなことを考えると、究極はね、まあ、最終的には専用機ってことになるでしょうけど、で、カラーワンショットはもうずっと使ってなかったんで、うん、モノクロは持ってるんだけどね。うん、モノクロはもう今から、今更っていう感じ。 しんどいて思ってるやるのはしんどいです、僕もそう思ったからね、やっぱり最初。だからカラーワンショットのフルサイズをじゃあね、今から買うのかって言ったら、いやちょっとね、モノクロもじゃあ遊ばせることになるし、このカメラもね、フルサイズもいっぱい持ってるから、それも使わずにっていうのは、ちょっとなんか悔しいというかね。まあ、ちょっと、とりあえず一回使いたい。そうです、そうです、はい。それが結果がどうであれね。それはわかりますね。 だからすごいね、ここに来てね、うんまあ、FCT にはすごく期待してるんですけど、だからまあ多くの方々は、まあ ZWO とかね、専用機を持っていて、うん、でまあ今回の筒を多分ね、うんえー、購入されてると思うんだけど、はい、私の場合はまあ、あの、アナログのね、こういうデジカメ、うん はい。でも、使ってやろうとしてる。アナログのデジカメとかはしんか。<laughs> <laughs> あのデジカメをアナログ手法でね、はい。昔ながらの取り方でやろうとしてるから。そういう、ね。う,いうん。だからもう本当、ピントとかも目合わせですし。んはい、いやよでもそんなこと普通しないですよね、あれ。よっちゃんだけじゃない。<laughs> 僕だけですか。前もまあ言ったけど、前の動画で。<laughs> みんなもう今、オートフォーカスですかね。オートフォーカスじゃなくても、やっぱバーティノフマスクとか。 タブレットで、あの、ダウンロードされた製造を評価して、で、ピント位置、うん、ジャスピン決めてるって感じですか僕はもう、最近はもう、<ー>その、撮像を、はいデあの。ディテクトっていう。ああ<ー>。だから、あれか、バーティノフマスクって使ったことないけど、うん、あれは昔で言うところのピントくるじゃんだね、三つ星の。知らないけど。ピントくるじゃんっていうのが知らないけど。商品名でしょ <laughs> 商品名、はい。 いやこれ知ってる人少ないのかもしれないけど分かる人は分かりますよ安易な名前だねピントローシャンっていうのがありましたはいいやもうナイフエッジ方式ですよああそうなんですねまあそれも僕も聞いたことしかないからナイフエッジってええそうでやってましたけどまあだけどデジカメの背面ビューでライブビューなんかでね確認しながらピント合わせるっていうのも まあそれは一番確かかもしれないけど、でも暗い星が映んないから、だから微光製造の評価ができない。ああ、そっかそっか。明るい星でなんとなくみたいな感じだから。ライブビューで合わせる人は多分、バーティの風マスクを使ってるんでしょうね。でも、よちゃんもね、よちゃんも今回そう、今回そうなんじゃないのその、パソコン使わないでしょパソコン使わないけど、僕の場合は多分、10秒とか30秒とか録音して、で、その、撮った画像に対して後から拡大。 してっなるほど。うある程度、録音しないと、ピントが微光性まで隅々合ってるのかどうかって分かんないから。リアルタイムで分かんないってことね。そうです、はい。微光性は暗いからね。なるほど。って思ってるんですけど、いや、まあ、そういうアナログ手法でデジカメでっていうね、そもそもやり方で、竜之介さんに勝とうと思ってるんだけど。 だけどね、ちょっとその、マウントの話とか聞くとね、蹴られの話とか聞くと、結構ね、今日弱気になりました、僕。純之助さんがね、もうシャワーのようにね、どんどん送ってくるから、今日チャットで皆さん。僕も潔いでしょその敵に塩を送るみたいなことして。ああ、そうだけど。黙っときゃいいのに、ちゃんと。うん、どんどん来るからね。こんなのチャットですごい来る。うん、で、こんなんもあるし、もう蹴られて、もうちょっと厳しいんじゃないですかみたいな感じで、どんどん来るから。 繊維喪失っていうか、すごいね、今ね、もう、元気なくしてる。高ー戦しそうそうにやられちゃって、うん。でもう今、もうかなりね、テンションが下がってしまいました。まだ FCT も届いてないのに、はい。まあ、そうだな。テストは、まあ、一回してみていいと思うけど、あの、量気でね、気でね、はい。まあ、僕は予想は。 キャノンで行くんじゃないかなと思うけどね。ああ、そうなんだ。まあ、如実な差が出ればね、それはまあ、キャノンってことになるけどね。うん。まあ。どうなんか、まあ、でも画素数的にはね、まあ、それは 7R4 の方が、ちょっと高いちょっと高いらくノイズも少ないと思うんですよ。まあまあ、新しいからね。うん、新しい分だけ。それは確かにそう。5DS って CMOS ですよね、多分ね。CCD ってことないか、そうすよね。c m じゃないですか。うん。だからまあ。 5DS になるのかなちょっとね、そんだけ古い機種のデジカメだと、まあ、イオスキスじゃないけど、ちょっとだいぶね、勝ち目がなくなってくるんだよね、ノスケさんに。そんなことないですよ。だって 5DS っていつのカメラですかえ、この今映ってるのは、これはソニーでしょ今見てる写真は。これはソニーです。全然でも、まあこっちはそうだね。5DS のないんですか、昨例は。 5DS は新成形写真とかでやってましたけど、今すぐにってのはないですね。だって高精細でしったって5000万画素あるわけだ。ああ、まあね、はい。まあ、高精細だと思いますけど、うん。いやできればソニー使いたいなまあ、ずっとソニー使ってますからね、よっちゃはね。そうですね、ソニー用紙だから、うん。まあ、でも、これでもかっていうぐらい、こうね。 はいろいろトラップがあるからああそうなんだ意地で,<ー>でも天体写真は撮らせないぞみたいな意思を感じるんでああかたくなな意思を感じる <laughs> そう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 考えるとやっぱりあれか、まあ、専用機をね、うん 今流行りのね赤いやつとかを買うのがいいんでしょうけどいやそれはねちょっと悔しいねモノクロのカメラ持ってますフルサイズも何台カメラ持ってるか僕6台7台って持ってるんでそういうのを全部ね置きっぱなしにしてっていうのはちょっとねさすがにどうかなっていうのがあってまずはねこれで頑張ってみたいと思いますけどねだからもう成写真とか全然いいんですよね 別に改造もしなくていいし、それがひとたびこういう赤いの出しに行くとかね、直焦点とか望遠鏡を使って撮るとかなった瞬間に、いきなりシャットアウトされますから、いろんなトラップが出てきて、ソニー機はね。 あちょっとね、まあ、かなり、うん、今、まあ、これは懸念材料です、僕の中で。でもちゃんと抑えがあるからいいじゃないですか、キヤノンがあるからあ。まあそうですね、うん、はい、うんうん、もう10年ぐらい前のカメラなんか分かんないけど、あれ、いつでしたっけ、5DS って。うん、僕、買ったのがね脱サラ数前だから、年以前だと思うんですよ、うん、多分7、8年とかそんなんじゃないですか。 わかんないけど。ですかね。2015年ぐらいのやつなんかな、うん。10年は経ってないんじゃないかな。ああ。だから相当昔のやつだからね。で、対して、ユうスケさんのやつは、もう最新のやつでしょ <laughs> 最新のシーモスセンサー、うん。あのセンサーでは4年前から変わってないんだけどね。ああ、まあね。<laughs> <の>まあ、要はこのセンサーでしょ あ、そそううこれと同じだよね、α7α4 だから、フォ4もブも一緒だからね、うん、そう、だからまあ、そこでのハンデもあるし、あとまあカメラの、カメラ以外にも、そのね撮影のハイテク機器のね、支援ツールというかさ、まあだからハイテク機器は、あれですよ。 いやあのね現地でご一緒したくないですね。現地でね一緒に到着してやると絶対もうね劣等感。でもまあ本当終始。本当のバトルで言うと、本当は同じ空でね、同じで対象を取るのがバトルでしょう、きっと。そうです、そうです。まあそこはそれが一番ですね。ああ、まあ本当の本ちゃんのバトルだったらそれでもういいですけどねそうしたいですよね。 うん、だからもう何時から何時までって決めとくんですよ。まあ例えばあの夜10時から3時までって決めといて。そしたらほら、機材の設置から全部もう用意スタート。ってスタートって10時になったらそこでこう組み始めるみたいな。なもう勝てる気がしない絶対そんな。<laughs> 特にあの短時間になりゃなるほどうん前後にほらあの撤収もあるからバトルは全部片付けてもう車を動かせる状態になって終了だからねうんそういうバトル形式でやるっていうのもありですねそうですねうんこれはもう負ける気しかしない そこまで入れると、だから結局、ハイテク機器とかそういうのって、最新機器って、基本、画質に影響しないですよね、だから別に自動導入したから、写真が綺麗になるわけじゃないんで、だから楽になるっていうのと、あとそれによって、時になるよそうそう、結果的に露出時間が増えますよと。 そう,そうそうそう。いい外ですね。そのくできることによって。うん。まあ、それがクオリティにつながるってことですね。ああ、だから本当のバトルは、やっぱり何時から何時までここでって、うん、で、集合して、うん、用意スタートってやってう、うん、で、撤収までやって終わりですよ。まあ、そういうことですよね。うん。うん いやだってもう全部目合わせのピントとかさ曲軸だって北極線3日なんてハマっちゃったら終わりだよね何か何がそうそうそうもう本当なんか主教ごめんってもう本当これなんか製造が圧迫してるからとかってやったらもう終わりですよ分しかできませんねそれはそれで動画的にはなんか神回になるけどねなんか そう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 もう、まあ、圧倒さって。ノ <laughs> ノイイズズ処処理理しししてね、うん、<laughs> あのすぐななんかのいつにもノイズ処理しまたしたみたいな、うん、そうですね。正直になってうん。<laughs> もう純之助さん気分よくて仕方ないね、そ,、うん、その展開は <laughs>、うん。夏場にさ、しかもね。あ、夏場ね。いいね。うん。<laughs> そうか。<laughs> 同じ空でっていうのが一番の本当はまあまあ正当派バトルですね言い訳ができないからそうトヤはねああでこでとかってね最高のあれでどうなうんごまかしようがないからポエムでごまかす必要がないからねお互い一緒だそうだねうんそああそうかそういう発想なかったなそこ重要そうん現地集合して ねえ限られた時間の中でてもなかった。そうそうまあ、せめて同じ空でやるのが、まあ、フェアですよね。やっぱねフェアいやだとしたらそれはもうハイテクにはかなわない <laughs> うん絶対。<laughs> まあ、その、何展開する時間はまあいいんじゃない早くプレイいいんだから。 いやいや、早くでダメですよ。何時からって、早く来てもそんなダメですよ。開始時間っていうのはもう決まってるから、車の中入りましたって、入った入ったってなって、はい、行きますよって、用意スタートってやって、車から出て、そういうものだからね、たぶん。そう。忙しいですよね。で、まあ、だから、まあ、白命の、まあ、2時間前には来てもいいんじゃないそれは。何がっと終了までの。 機材の組み立てもだって時間に含まれるんですよ。まあそうですけどね。まだ普通はでも明るいうちに来るじゃないですか。ああはいはい。まあそこではまったらそれはも知らないけど。ねえ。本当なんか反射望遠鏡のばらしとかやってたらもう本当あそこはだから今回お互いね、屈折だから。まあ屈折だからね、それはないと。もないしねだけどね、僕、いまだにね、北極星見つけられない自信がありますからねそこで大きくね。 そう。僕はもうあれですから。あのー、関係ないんでしょそれ。ASIA の自動ポーラーの。ーあれなんか本当5分あれば終わりますからね。ああ<ー>、うん。しかもビタビ、ね、ビタ決まりまで。ああ、ですよね。うん、へえ、そんなにすごいんだ。a s,、うん、<S i って。なんかさ、えっと、コメント欄かなんかで聞いたんですけど、うん、ASI の今度出るカメラが、うん そのあたりのエアとかいろんなものが全部オールインワンになってるってやつ。あ、聞きますけどあるあるらしいですね。すごいでしょそういうのがさ、出回ってから、僕がまあ1年ぐらい経験積んでこれで。そっから買った方がいいんじゃないのむしろ。そしたら、そしたら一気にぶち抜けるでしょ龍之介さんを。 いやでもそれはあれですよ、変わんないですよ、だって。変わんないの <laughs> 望遠鏡とかカメラについてるあか。ああ、それだけの話か。通、うん、にクオリティには関係ないのか。クオリティは関係ないですあ<ー><は>まあ、ただ一気に追いつくってだけか。うん。<ー>そう。うん。そっか。うん、か何をやれば、じゃあいいんかね。<laughs> <laughs> いや、あの、ほら、全部さ、龍之介さんと同じ機材揃えてっていうのは、それなんかちょっと違うじゃないですか。すそれで挑むっていうのは、うん、いや、俺はこれで行くってやってさ、うん、異なるスタイルで、で、ぶっかりやって、で、僕は、あの、価格抑えめの低価格、うん、龍之介さんも金かけまくった、<laughs> 高価なね、めちゃくちゃかけましたよっていうところで、で、それでぶっかりやって、で、僕が勝つと。 これもう一番最大の効果だからね。それをやりたいんだけど、今の感じだとね、ちょっとこのデジカメのマウントの形的にさ、どんだけ頑張ってもそれってさ、光が入ってこないわけだから。いきなり蹴られるみたいな。うん、そうそうそう。うん、そこは問題だなって思って。って思ってたら、ノ之介さんがどんどんこう、ほら、チャットでさ、ラッシュをかけてくる。こんなんもあって、あんなんもあってわざわざされて、そういう情報をね。 だからね、すっかりイメージが悪くなっちゃって、FCT まだ来てないっていうのに、もうおられたみたいな、そうそう、もう心をられて、勝ち目ないじゃんって思って、5DS でやればいいんですよね。だってね、結局、フォトショップの後がかなり重要なんですよ、今どきの天体写真っていうのは。あそうなんですか。でね例えばいろんな なんかコマンドよくわかんないけど。まあまあまあ、p i x i n s i g もそうですけどね。結局、カラーバランスとか。画像処理の比率が、やっぱり僕、昔知らないけど、絶対今の方が高いと思うんですよね、画像処理の比率でも p i x スインサイトによってね、その難しいかぶり処理とか、カラーバランスとか、いろんなものが全部オートでできちゃうんでしょそれでいい感じになるんですか最後の最後まで。ちょっと最近のはわかんないですよね、でもね。 最後の爪の部分までです。なるんですかそれ。いや、わかんない。え、それなるんだったら、それってさ、それってさ、それでなっちゃうんだったらさ、みんな、え、個性がなくなっちゃうんじゃないですかそうなんですよ。本当本当ですよね。じゃ最後に。がどうとも一緒になっちゃうから。うん。ですよね。え、どう、どうなってんのそこって。 ピックスインサイトのその辺僕、分かんないですだから、そのまま残っちゃいけないネガティブな緑かぶりとか、そういうものはきれいに直してくれるけど、最終の例えばローカルのコントラストこれぐらいのあんばいにするとか、カラーバランスをどうするとかね、その辺っていうのは、最後はさじ加減は人間ですよね。だと思うんですけどね、今は。そうじゃなければ、それってどうなんかなって思っちゃうんだけど、どうなんですかね、それ。オートマックでね 画像処理嫌いな人にとってはいいかもしれないけどね。まあまあね。ある程度のクオリティにはなると思うんですよ。ああ。あの、ボタン一つでね。ええ。そっからの爪はまだあると思いますフォトショップっていうのがあるんでしょう、きっと。フォトショップで、まあほとんどの人はフォトショップ使ってるだろうし。うん。ですよね。そこまでオートインサイトにもいろいろあるんで、そのコマンドみたいなのが。ああ。微調節できるやつがね。うん。それを使ってる人もいるだろうし。はい。 だからもうワンタッチで、はい、完成みたいなことは、もうそれはないと思うんでよ、<い>今もね。あ<ー>まあ、そこで終わっても、まあ、それなりに見れるんじゃないかなとは思,、うん、思ってるんですけど、はい、あんま僕も最近触ってないん、ね、で、ピックスインサイトのその、あト<ー>処理というか、<ー>うん、一次処理しか僕使ってないから。<ー> そうですね。うん、いや、あの、例えばさ、リモート天文台とかで、うん、もう毎日いっぱいバンバン撮ってる人は、生産性高めるために、うんうん、そういうのがいいと思うんですよ。<laughs> 流れ作業ですか流れ作業でバーってやっちゃって、<laughs> 最後のさじ加減だけフォトショップで確認する。それでいいと思うんですけど、僕はほら、だって下手したらね、半年に1回、2回とか、わかんないじゃん。<laughs> あの、天気も曇るかもしれないし。<laughs> うん、ってなると、いや、そこまで別に手間を省略しなくてもいいじゃんって。まあうね、な、うん 僕もそう思うけどね。でも、逆に楽しまないと、趣味なだけど、それ苦手な人はいいんでしょうね、どうしても嫌いな人とか、画像処理が撮影に専念して、あ後の処理っていうのは全部自動でポンって。いうですよね <laughs> あ自動化はどんどん進んでるから、あ<ー>まあそれはそれで、ある程度のところまでいくと思うんですけど、BXT ってさ、うん、あとこういうなんか四隅のね、これ映ってる今、うん、四隅の収差とか伸びとかっていうのも全部きれいにしてくれるんでしょ、うんうん、昔の古いカメラレンズとかで、ぼテぼテだった過去画像とかに、うん、BXT をかけると、うんうんうん もう綺麗な新淵になってくるんですよね。なりますね。なんかでも言ったらもう、な感じですよねまあそういう感じでしょうね。しかもそれ、パラメータ変えれるんですよ、はい、これぐらい小さく。ああ<ー>、うん、やりすぎないようにみたいなね、さじ加減も。うん、あってことか。ってことは、その BXD の効果を不透明度で言うところの1、1%でもそれやったら、もうそれはもう BXT 使用ってことですね。使用です、ね、使ったってことですね。ああ、もちろん。うん、ああ、なるほどね。うん、ああ、スクさん使ったことあります 僕だか使ったことない。買ってないから、まだ。ああ、買ってない。え、だって、お試し版。お試し版でちょっとやってみたけど、結局あれ書き出しできないでしょ、お試し版って。ああ、そういうことですね。その、なんか効果を見るだけしかできない。今まで僕がいろいろ素晴らしいって言ってた作品とかね、i c 1 9 6 0とか、あれ使ってないですかあ使ってないーセン ?1% とか使ってないですか残念ながら使えないんです。ああ、使ってないああ、そうなんだ。買わないと。まだ買ってないんです。ああ、そうなんだ。なぜか、 そこに課金をしてないですね、まだね、えー。<laughs> ああ、そうなんだね。うん、やっぱりほらシャープな望遠鏡を持ってるんで、うん、ええー、まあ、それをまずはちゃんと前面に出そうと。僕はもうそれでいいかな、うん、今のところね。あれだけシャープだったら、もうよくねえと思うから。いや、もう本当に、それはすごい、うんうん、大絶賛なんだけど、うん、BXT は1%でも使ってないってことですね。使ってないです。はいあのー そっか。一杯でも使うとさ、もう使ったってことなんですかね。しつこい。一応確認ですけど、はい。一いでも使うと、まあ、使ったってことですね。ああ、なるね。オッケーオッケー。僕は、あの、ピクスインサイト自体持ってないから。はいはいですよ。うん。まあ、どこまでそれで頑張れるのかってところだから、そういうちょっと意地っぱりなところがあって、使ってないんだから、やっぱ、使ってないって書きたいから。 書いてんの今ほら、Pix なんかほら、書くじゃないですか、いろいろ。撮影データ書きますね、はい。人によっては、ソフトも書く。そうそう書いたりとか。処理ソフトは書いてんだけど、はい。だから p i x インサイト h t 僕はステライメージと、はい。えっと、フォトショップを使ってるんだけど。あピ p i x インサイトは使ってるんですね。だからそその一時れはもう使っちゃ 使っちゃってはいるんだ。ピクスインサイトはね。ああ、はいはいはい。僕はもうね、10年前から使ってますあそうなんだね。うん。それは使っちゃってはいるんだけど、でもその中にあるプラグインの買わないとゲットできない BXT については。ああ。それは使ってないよってどうやって証明するんですかそれはね。もう言うしかない。証明できない。もう言うしかない。 うん、使ってない、使ってないって。使ってませんと言い張るしかないんだけどね。ああ、なるほどね。<laughs> いや、そんなんさ、画像見たらわかるけどね。まあ、ぶっちゃけた話。龍之介さんのあの画像見たらね、星がちゃんと活かされてるし、あの別にほら、キュッと締めるような処理してるというよりも、むしろ、 しっかり全面に綺麗なものを引き出してるっていうのがわかるから、そ,それはもう突っ込みどころがないんだけど。わかんないかもしれないですよ、もしかしたら。あ1%ぐらい使ってるかもしれないね。いやいや、じゃなくて、その使ってるものを見て、<え>使ってないあ、使って、使ってか使ってないかっていうのを判断できないかもしれないですね、もしかして、BXC って。ああ、なんか埋め込みがあるといいですけどね。 それをちょっとでもかけると、1%でもかけると、なんかイグジフじゃないけど、埋め込まれて、なんかが入って。ってが入っててやると、判別ができるんだけど、そんなん絶対できない。使っていいんですけどね、全然。いいんだけど、僕はちょっとまだ粘りたいから、粘りたいっていうのもあるし、あと意地張って、俺は使ってないよってことをアピールしたいんでしょ もうアピールとか、うんそ,まあ、そういうことですよね。そうそう。だっていちいちほら、使ってませんって書かないでしょ、<や>撮影データに <laughs> 書くってことはそういうことでしょ。<laughs> 俺はやってないってことを言いたいでしょ。ックス・インサイト、うん、ステラ・イメージ、フォトショップってソフトだけ書くとするじゃないですか。はい、そしたらもう今って、もう使ってる人の方が多分多いんで。はい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 。 BXT ね。あ<ー>そしたらピックスチャちトって書いた瞬間に、ね、はい、ああ、BXT ねってなるんですよ。あ<ー>、はい、あそういうい紐付け でみなされるとでまあなそうまあ別にいいんだけど全然ねそう思われてもいいけど悪い人は全然思わない今はまあ今まだやってないけど僕は使わずに頑張ってんだからだったそれもやっぱ認めてほしいと使ってないってまあこれは BXC だよねってこのこのなにあのよすのこの親衛になってるのはこれも素の共闘の良さなんだよってい僕はもうビクセルのためにそう書いてるああなるほどねそうかそう親衛の職人のために書いてますから僕はよろ 職人がせっかくここまで追い込んでるわけだからそうだよね俺はソフトで丸くしたんじゃないですよっていう僕のこの叫びですよああ叫びねだからあえて言うんだね使ってないってことをわざわざ書くんだちょっとこの間ね DXT 不使用って僕今まで書いたんだけどちょっと露骨だからやめてこうってやめてえっと あれですね一時処理のみみたいな書き方してあそれじゃ分かんないよなんかやってるって一応だからそのコマンドの名前 WBS ですか WBPP とコスメティックコレクションのみって書いてるのみってだからそれで分かる人は分かるはずなんでああそうなんだ i ックスインサイトとしか書かないと書いてない場合はやっぱりわか曖昧なんですよやっぱり 聞かれるんですよね。聞かれるというか、前も天理府の山口さんがライブ動画で僕のブログ紹介してくれて、これは BX で使ってんのかなって言ったんですね。つぶやきで、あの、ぼそっと。いや、俺使ってねえよって言いたかったんだけど、これ使ってんのかなって言ってたんで。ああ、あんな方ですらわからないわけですね。そういう人やっぱり集中しなくちゃいけないね。VSD レビューしてた方が、これは使ってるのかなどうなのそれぐらい分かんないですよ。だったらアピールすべきじゃない。かまあ、誰も聞いてはいないけど、本人に聞いてはいないけど、でも言わせてくれと。いや、いいんですよ、つか。別に否定してるわけじゃないから、これ。使うことは。それは全然もういいと思うんだけど。まあ、その点に関しては僕は有利ですね。 僕はだってもう全然うピックスインサイトやれてない,から,いから。だからそれこそ僕最近ピックスインサイトも使わずに、ええ、全部その他のソフトでやろうかなとすらちょっと思ったぐらいに。に僕なんて本当清廉潔白ですから。<laughs> いや別にまあまあいいんですよ、使っても。<laughs> うん。いやまあでも疑う余地がないってこと。うん、使ってんじゃないのっていう使ってないって。うん。って言えるから。 僕、潔白だからね。そう,そうそうそう。まあ、潔白って、うん、まあまあ、その不みたいだけど、そんなことないからね。うん。うん、<laughs> ういや、まあ、そのうち使うかもしれない。今のところは、なしで頑張ってんだよっていうアピールだから。うん、そ,うそうそうそう。はい。だからまあ、あれですよ、カメラで言うと、えー、カメラレンズで言うと、まあ、レンズ補正みたいなもんなんですよ、うん、そ,うそうそうそう。うん。端っこのやつは。うん。で、みんなね、やっぱりね、その、ほら、 その作品云々じゃなくて、うん、その人様の作で見るときに、うん、この望遠鏡いやそのね、FCT 買いたいんだけど、はいね、製造どうなのかなって、うんうん、そういう目線で作品を鑑賞するんじゃなくて、あそ,そういう、うん。 あの目っていうのがあるから、だから、いや、これ使ってないってことで、うん、いや非常に重要な、うん、評価、そうそうそう、それ、すごく重要ですから買おうと思ってるね。はい、10万も20万も出して買おうと思ってる望遠鏡が、こ、ええ、れは何ソフトで補正してるのかどうかっう、知りたいじゃないですか、それってね、うん。そうです。それを、まあ、しっかり明記すると。うん うん、いうことですね。まあもう、すべきだと思う。とかもう本当はスカシが入ってほしいですよね。うん、<laughs> スカシがね。あの、いや、いやあの、スチールの世界はもうそういう動きになってますからね。うん、あ、なってんのあの、まだ実装されてないと思うけど、<ー>いや、要は AI なのかどうなのかっていうのを、ああ、なるほど、ね。フェイク判フしないと。フェイクが うん、フェイク画像みたいなのがいっぱい出てるうおっしゃるからね。それをなんとか食い止めようってもう動きになってるから、うん、まあそういう、別に悪いことじゃない,、うんいや。AI が悪いんじゃなくて、うん、その識別がちゃんとできないと、人によってはね、それを購入検討してますとかっていう人にとっては、それが持った画像なのかどうなのかっていう賞方法がね、やっぱりそれぞれ、うん、あるから。 目的が違うんで。うん、そうそうそう。うん、だから、まあ、AI とか、まあ、AI 化は、まあ、僕は別に許容派なんですけど、うん、そこの識別がちゃんとできて、例えば、ね、ゴリゴリに BXT 使ってるんだけど、カタ、うん、なにね、いや、BXT については、一切、今、うん、使ってないとも言わないし、うん、何も言わないとなると、やっぱり聞きたくなっちゃうじゃないですか。うん、<laughs> そ,うそうそうそう。で、聞いても、いやいや、なんか、あんまり全然教えてくれないとかね、<laughs> そういうのがあったりとか。 <laughs> うん、やっぱりそれってやっぱり戸惑うと思うんで、はい、戸惑うから、だからまあ、おそらくね、うん、まあ普通の人は BXT とかって、その撮影データがテキストの並んでる中で BXT ってたん使ってる人は書くと思うんですよね。うん,うん、うんうん まあ書かないってこと多分書くと思うんですよ。でも、龍之介さんの場合は、まあ実際使ってなくて、あえて使っていませんって。そんなこと書るやつ多分いないと思うんですよね。僕しかいない。ああ、いや、いいと思いますよ。その流れっていいと思います。だから、で、使った時は使ったって書いてあもちろん書きますよ、使ったね。うん。いや、別で使うかもしれない。いや、だからガイドでもほら全部流れちゃって、はい。お正月ませっかく、ね。 取ったのに、ええ、もう全部流れちゃってこれ使い物なんねえわってなったら、うん、b x t かけてあそ,うそれは別にいいですよ、うん、それはいいかなと思うんですよね利用していけばいいと思うんだけどこれに関しては今回使ってないよっていうのは、うん、やっぱりやっぱそれは 疑われる余地がやっぱり、ピクス・インサイト使ってる以上あるから、そういう目が、ほら、山口さんにも向けられたわけでしょ、使ってんのかなって、いやいや、使ってないとかって言うのも言い訳がましいから、最初からもうデータに変えておきましょうっていう話でしょ。だからもう、それこそピクス・インサイト、最初から使わないのが一番楽ですよね。そそうでですすねれが僕の立ち位置 今のところね、不使用とか書くのも言い訳がましいから、本当に嫌なんですよね、僕本来は。そん。でなんか、使ってることが悪いみたいな書き方だから、人によってはね。そうですね。何食品添加物は使っていませんみたいな。合成着色料は使ってませんぐらいの。的なね。なんか、そういうふうに思われるのああ、そこら辺の気遣いなね。 いやだけど人によってはね、そういう情報が使ってないんだっていう目線で、じゃあ、この教頭ね、どうなのかっていうのをジャッジしようっていう、そういう見方もあるから、作品以外でのね、そういう見る価値っていうのがやっぱり、教頭の作品って。だってそれが分からなかったら、やっぱり望遠鏡を作ってる人がね、本当にやる気を失う。そうなんですよ。 いやどんだけ腕磨いても意味なゃ特にね、共闘がリリースされた直後なんていうのは、みんなの目が向きやすいから、そこは全然いいと思います、僕は。ですよね、まあ、そういうためにも、うん、まあ僕はもう最後のあれですわ、あがきですよ。 大体そういう層は取り残されたりとか置いてかれたりするんだけどそうそう絶滅するそれ分かってるフィルムからでしたらそうだったそうそうそうまあ趣味だからね AI の波にのまれる最後ねそう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 なんですよいやだけどさそんな AI 頼らなくても龍之介さんの作品は本当にあの全然すごかったから 本来あるべきねストレートな処理ですよ。正直にやってますからだからね、いや、本当、のビクセンのメーカーサイトにどっか特設ページでも作って、竜之介さんのピュアなね、お化粧度の少ない、いいところ引き出した作例というのをちゃんと置いてほしいですよ、それぐらいの評価。 まあまあまあね、いや、すごい共闘なんで、あれ、本当に、僕、今まで見たことないような、すごい共闘だと思うから。そうそう、それをしっかり成し遂げてるんで、僕もいいきっかけとしてね、今回、高橋が、ここ最近、ほら、新製品のリリースとかがね、ちょっとあんまりなかったって言われてるし、だからまあ、ここでね、これを機に。 高橋も盛り上がってほしいなって気持ちもありますから、皆さんの期待も結構高まってるしね、実際にいろんな各種データ見てもすごく良かったから、もしかしたらね、あの価格でね、あんな安くて、分かんないよ、70SS のレデューサー、匹敵するかもしれないていうのが、中盤はいけないけどね、そういう期待があるんですよ。 なので、かなりポジティブに考えてるんだけど、ただ、デジカメがね、その E マウントっていうさ、最初の話に戻るんだけどだいぶ脱線しましたけどね。ちょっとあれだね、今日タイトルさ、BXD もちょっとあれかな、デジカメだけの話じゃないよ、これ。処理の話にもなっちゃったけど、いや、まあ、本当だから、デジカメはね、かなり自分にとってはボトルネックになってくるのかなっていう感じですね。 難しいっすよ。難しいですな。いいって。あの、上級者用だと思いますむしろね。あの、なんだろう、あの、上辺をなぞるのは、すごいやり、デジカメって簡単にできるんだけど、あのクオリティ高くしようとすると、一気にハードル上がりますから、ああ、そうでデジカメって。お気楽っぽんだったらね、別にその後、もう赤の改造しないと取って写ったねっていうんだけど、デジカメが一番楽なんですよ、それはね。 なんとなく S 字カーブで強調して、そこはもうデジカメが圧倒的に楽だと思うんだけど、はい、一びね、一定以上のクオリティにしようと思ったら、はい、もうこれはもう、えー 逆転しまだからまあビギナーの方で今後ね本格的にき綺麗な写真撮りたいなって言われる方はデジカメもきっかけの一つとしてはいいと思うんですけど天体写真をやるために新しい民生用のカメラを買おうって考えて数十万円財布に用意してる方はいやそこがちょっと立ち止まってそういう専用機の方が結局赤い。 そこなんですよ、結局、改造なんですよね。改造しちゃうと、もう地上の景色が撮れないと思ったほうがいいから、基本的にもうホワイトバランス変わっちゃうんで、多分ん納得いかないと思うんで、それで撮っても、そうですね。人肌撮ってもね。だから、軽減事実上、天体写真専用になっちゃうんで、改造したら。だとしたら、冷却シーン使うのも選択肢の一つじゃないですかと。そうですね そのセンサーサイズ、チップサイズによるけど、小さければまだまだ安いですし、10万円台とかあるから、フルサイズになると60万ぐらいするんですけど、まあ一時の180万とかね、フルサイズもある、画素数によって安いの2000万画素とかだと、そこそこ安いと思うし、APS だったらもっと安いでしょうね、数十万、僕のだからフルサイズの6100万画素っていうのは、高いんですけど、高いですね昔より安いけどね、60万ぐらいですけど。 でも、フルサイズで2000何百万画素みたいなのもあるから、それってだいぶ価格落ちると思うんでそうですね、だから普通の方はね、そっち方向で本格的にやりたいと思ってるビギナーの方は、やっぱり専用のカメラがいいと思います。私がやろうとしてるのは、そういう一つの果敢なチャレンジなんで、てるんでハイクオリティのを作るっていうね。そそそうううで、龍之介さんに勝つと。 ね、効果機材に勝つっていうのはね <laughs>、はい、それが一つの僕の中でのバトルのテーマなんで、<laughs> はい。うん。いや、なんか今日白熱しましたね、意外にも。意外にも特に BXT の話がなんかすごく。<laughs> 盛り上がるよね。盛り上がるね。しばらくこのネタはもう盛り上がると思う <laughs> ああ、そうですね。僕らいずれはその波に飲まれるんだけどね。そうそうそう、飲まれるんだよ、うん、はい。はい 面白い。僕もだから否定してるわけじゃないから、全面的に。はい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 。うん、あのー、なんだろうね。うまいこと付き合っていけばいいと思うんだけど。うん、そうですね。うん、まあでも、今の僕の機材使ってるうちは、あと僕の撮ってる焦点距離とか、対象とか。必要性を今のところ感じませんよってことですね。ないね。必要性を感じるんだったら、うん、まあ、すごく星だらけの天の川の中に埋もれる、うん、うんうん まあ、クワガタじゃないけど、もっともっと淡いやつ。うんうん、ああいうのを出していこうってなったときに、必要になるかもしれないと。かつ、うん、うん、望遠鏡があんまりシャープじゃないと。ああ、そうですね。はい。うん、いやそういうのはあるかもしれないけど、でも、僕の持論としては、いや、もうそういう対象は取るなと。そういう難物だと、まあ。確かに確かに。うん、いうことなんだけど。うん、はい。そう。 だってまあ今回僕はあの、IC1396、IC あれと星だらけの中に淡い声音が入ってるような対象ですけど、たぶん一昔前だとあれもあんなにできないんですよ、やっぱり。あ<ー> <laughs> あの望遠鏡のシャープさとカメラの高精細さ、そ,うですね、それが成し得てると思うんですよね。星をきちんとこうあのあ 消したりせずにうんだからやっぱりそだったらそれでいいじゃん素、うん、のままでいいじゃんと今は思ってるんでう,、ね、うんすごいいやなんかね向き合い方がね龍之介さんすごいわ本当になんかうんね <laughs> 僕の方が先輩のはずなのに <laughs> もう無駄にさ2002年からやってるからね22年もやってるわけですよ <laughs> はい、はい、だけど龍之介さんはまた、あ、でいろんなの趣味で経験なさったのか知らないけど それをね、ちゃんと生かしてる。なんかわからないけど。星の牧場<ー>星の牧場をちゃんと読みましたから僕は、僕。いや、なんかね、過去のやつをさ、<laughs> すごい覚えてるから。星の牧場の2じゃなくて1あるじゃないですか。はいはい。ヤフーブログの。ええ、もう今はなき。はいはい。 あの時のよっちゃんのあの記事って、めちゃくちゃ熱いっすよね。熱い熱い、うん。めちゃくちゃ。なんか哲学的なこといっぱい書いてるじゃん。はい、ああ、のめり込んでやったから。<laughs> いや、もんな、あの、過去のやつは恥ずかしいから、基本的にブログも YouTube 見ないんですよ僕は、僕。<laughs> 今でもあれ、海賊版があるんで。ああ。<laughs> 誰かがアップしてるやつがあるんで。あ<ー>あれはもうね、ね、うん、本当に本当はいけないんだろうけど、読んでもそうも、僕はある<ー>。<laughs> ああ。まあ。うん いい思い出だけどね。あそこに見たら、やっぱりいろいろ、今見ても、あなるほどねってのいっぱい書いてるんで。あそうなんですか。僕がなんか言ってるようなことが結構、あやっぱりそうだよね。僕多分昔見たんでしょうね。うん。でも今あんまり覚えてないから、自分の主張として思ってたんだけど、やっぱ多分、なんかで見てて、それがインプットされてることいっぱいあるんですよなるほどね。そうそうそう。あれはだから、いい。だからもうん。 だかそうですね。いやだからねもう当んとね、まあ、この狭い、えー、YouTube のね個人のチャンネルの中でのまぶちゃんも含めてか分かんないけど、うん、まあやり合いがあると、うん、すごいねもう敵が強すぎるんで、うん、だからねもうかなりね僕はビビってます今正直。うん、いや前回の動画でもねいや負けるなとかっておどけて言ったけど <laughs> いや本当ですよ。 皆さんやってみてください。いや、本の作品見されたら。いや、あの、言ったって、レジェンドですから、よっちゃんは、その時はね、あんま画像処理、画像処理っていう人いなかったからだけどそのレジェンドのよっちゃんに、こうやってまあね、まあ、それは本音は知らんけど、ちょっと恐れられてるように見えるから、光栄ですよ、それはもちろん。 僕的にはね、うん、いや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 まあエンタメとして楽しいねこのね、うん、ぶっかり合いっていうのはねそううすね、うん、うん、だから僕なんでも全然ある意味プレッシャーないからねそういう意味で言うと。 そういう意味で言うとそうだけど、でも機材にかけたお金だったりとか、いろいろ金かけてるんだから、ただ、勝たなきゃダメでしょっていうのがあるでしょ。まあ、そういう、そういうハンデというか、なんていうか、あれはあると思うけどね。それが大きいよ。もう、それに今参ってるからね、僕いや、普通は多分僕の方がね、ハイテクの。僕の方が参ると思うよ、普通は。あ、そうなんですか本来は。本来はだって、そうですよ、そりゃ。 だってみんな、もう画像見る前から、あれですから、あまあ、酔っちゃうんでしょ、勝ちですよってなるから。あのティフの、あのね、ティフというか、あの、フォトショップ、真っ黒画面のレイヤーで黒っぽい。あ左酔っちゃうんでしょってって、あ、勝ちですよ。それはでも正当な評価じゃないよね。そうなるから、でも。それは正当な評価じゃないから、 まあ、我々の,その評価眼は多分そういうところで見てないから真部町もねそういうバイアス抜きに多分評価されると思うから如実に、うん、だからしっかり決着つくと思いますよ、うん、だってこんなん弁解してもさ絶対2枚並べたらさもう負けを認めざるをえないっていう感じにね差がつきゃ、ね、負け認めるよ <laughs> 負けを認めて、で、かつ多分ね、あの、言い訳を言うと思う。いや、だってこの日トレード悪かったもんって、俺は負けるよって、うん、いろいろ言うと思う、多分。うん。まあまあまあ。並べたらもう明白だよ。多分僕もそれ分かると思うんで、うん。おそらく。ああ、こっちが上だなっていうのは。ああ、ですね。他も、うん、カブト、カブトきますみたいな。そうですね。僕もなると思うんで。はい。 だからまあ審査員、も正直いらないかもしれないぐらいですけどね。まあ一応ね、はい。そういうあれを入れて。よんなんて、そういうとこ、正直に言うじゃないですか、いつも。はい。そうですね。僕も多分言うと思うんで。うん。やるからには勝ちに行きますけどね。パターみたいな。見た瞬間に分かるから。まあ同じぐらいだなっていうこともあるかもしれないけどね。まあその時は引き分けでいいと思うし。まあね。まあね。はい。 まあ機材の部分でね、いろんな懸念事項があるんで、デジカメっていうところにおいてね。本当にあの最後まで処理できるのかっていうぐらいの障壁はあります、今、e うん、は。ありますね <laughs> うん。だからまあ、そこの班ではあるけど、まあ、なんとか乗り越えて、まあ、キヤノンならキヤノン使わざるを得ないし。キャノン使えばい,いけると思うよ、最後まで。うんそうですね、うん はい分かりました。いや今日はね、すごく白熱した議論になりました、<laughs> 特に。安選だけ。そうですね <laughs>、はい。いや、あの、今回ね、多分音量バランス良かったと思います。はい、日によってばらつくんで。<laughs> はい <laughs> <laughs> えというわけで、今日はですね、まあ、デジカメのね、まあ、私の抱えてる苦難の話と、あと、うん、まあ、あの、処理ですね。画像処理についての、うん、龍之介さんのね、まあ、BXT 各果敢の、あの、ついての話です。そんな話するつもり全くなかった <laughs>、うん。全くなかったけど、ね、はい。はい。はい、<laughs> はい。触れさせていただきました。はい,はい、はい。龍之介さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、失礼します。